理論科学と計算科学です皆さんが目にするすべての現象は物理の法則に従っています化学反応も例外ではありません一言で言うと物理の法則を使って科学を扱う学問が理論科学でその応用としてコンピューターを活用する学問が計算科学です理論科学では物理の法則を使って分子の情報を得るためのノウハウや 科学現象を理解するためのノウハウを学習します理論科学はいわば万物の自然法則についての基礎知識を蓄積し活用する学問です基礎的な学問ゆえに活用の裾野が広くアイデア次第で多くの研究開発に生かすことができます例えば分子の構造や化学反応を計算から求めることができますその他スマートフォンや テレビなどで利用される鮮明なディスプレイの開発や病気に打ち勝つための新しい薬を開発する目的でも利用できます将来に向けて無限の可能性を秘めているんです一方計算科学では理論科学に基づいて効率よく計算する手法を学習します皆さんもご存知の通りコンピューターの性能は飛躍的に向上していますコンピューターを効率よく活用すれば 今後ますます多くの科学現象を解明することができますこのように計算科学もコンピューターの発展を背景として明るい未来を切り開くために役立つことは間違いありません科学現象を理論的に研究することで時としてそこにある自然の原理を発見できることがあります誰も気づかなかった原理を発見した時の喜びを味わえることが最大のメリットですまた理論科学と計算科学の研究室には 科学では当たり前と思われているビーカーやフラスコなどの実験器具が何もありませんいわばコンピューターが実験器具ですだからネットワークにさえつながっていれば世界中どこからでもコンピューターにアクセスできますそれに頭の中でも考え続けることができますから研究のための時間や場所にとらわれないこともメリットです最後に理学類には夢を叶える大一線で活躍中の先生方が数多くいらっしゃいます 皆さんもぜひ理学類でご一緒に研究を行いましょう。